これはやっぱ文化の違いで、向こうの人たちはあの匂いで食欲が湧くんですよ。でなおかつ美佐子は全然平気でペロッと食べてる。そう大丈夫だった、全然一口二口食べれた、うん、食べれる。でもちょっとあの匂い思い出すと打ってくるけど、あでもそんなにかな。でもなんか言ってたじゃん、誰かがその外人が納豆を、納豆ね、反応だって。納豆は分かる。でも納豆はさそこまで臭くないと思う。いや匂いの度合い的に、そう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 、だって風に乗ってあんな臭くないでしょ。いやでも納豆、あでも温めたりしたらね匂い消えるからね、うん、やっぱでもあのあれは臭豆腐は全然その上を行く強度のレベルだなと思うけど。そうそう、でもそれはお互い様である。向こうからしたら納豆とかも超、ああそうね。でも臭豆腐美味しいよ、誰かになんかつぶやきで言われた、あの臭豆腐好きなのは酒飲みの証拠だよって。ああなんか言ったね、誰かね、うん、らしい。あれ美味しいよ、みんなぜひ食べてみて。すごい情報が来た、台湾の煮卵はウーロン茶と香辛料で煮込む。ウーロン茶なんだ、美味しかったかもしれないね、食べてみればよかったでもな、見た目がな、まあ、ちょっとな、ティラノサウルスの卵みたいなんだもん、なってた、ね、なってた、ね、大きさがなんか、いやちょ微妙に大きいんだよね、2倍ぐらいな感じで、うん、なんだよね。でもな台湾ほんといいとこだからな、行きたいな。ちょっともうないですか、ボン。ずっと台湾の話終わりそうです。いいと思うけどね、うん、うん、あとはこんな感じかな、こんな感じ ですか、うん、はい、すいません、今日は一日じゃあこれシャカシャカ弾きましょう。はい、おしまい、はい、今日なんかいっぱいメールもらったのにすいませんね。はい、うん、これ今思ったこの最後の一言のことかのメールは入れないんですか。入れていいよ、これ入れたらでも分からなくなりません。じゃ入れない、入れない、かわいそう。その代わりなんかほらメッセージがある。あ、そっか、そうだ。はい、続いてだーん、じゃ1番目じゃーん、ペンネーム、ペンネームボイパくん、おおめでとうございます。じゃあお名前とご住所をこちらまで送ってください。おめでとう。あ、すごい正しい、ティラノサウルスの卵見たことあんのかよって。その通り、うん、ジュラシックパークとかでね、なんか想像、そう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 、こう図鑑とかで見るじゃん。あとあのあれ、ジュラシックパークとかでね、アヒルの卵なんだって。あれ違う、嘘、これ嘘、嘘なの、分からんな。台湾の話、話悲しかった。はい、ありがとうございます。皆さんエビに行っちゃったのかな。エビ終わりました。台湾のエビ美味しいよ、プリプリだよ、うん。どっちにしようかな。はいはい。一個ずつでもこれ読んだ方がいいね。うん、なんで？ペンネーム秀樹さん。はい、ありがとうございます。ございます。さて、今週末は、ね、うん、年末恒例となります。今年の漢字が発表されます。お、過去の漢字を見てみると、バニラビンと繋がってるなと思える点があるのに気がつきました。お、何語？2007年。はい。義。これ義って読むの、これ。なんて読むの？うん、偽り。偽り。人間なんだ。2007年、偽りだったっけ？記念すべきバニラビーンズ。結構ネガティブな感じで、バニラビーンズデビューの年。ちゃんと読んで、ちゃんと読んで、あ、偽装問題とかがあったからデビューの年。バニビといえばデビューの年から続く特徴的なプロフィールですね。うん、北欧出身、地毛など。あ、偽りというのは失礼でした。すみません、設定でしたね、設定。そうだよ、地毛だもん、これ。うん。で、2008年は、変、はい、変わる、うんうん、変化の変ですね。リサさん加入、バニビにとって重大な変化があった年でした。へえ、なるほど。2008年、うん、次2009年、はいはい、新新しい、新しい感じ。ファンがあれ、アイドルがファンにビンタするという新境地を開拓した年でした。おお、どうですか、無理やりでしょって。でもハマってるっちゃハマってるね。結構ね、今年は何なので、まだなんじゃない？そう。で、バニビのお二人、並びに千葉さん、はい、2010年漢字一文字で総括すると何になりますか？はい。何ですか？ちなみに。すぐ浮かんだ、今。ちなみに僕が考えたのは、うん、脇。ああ。千葉さんは、減、うん、体重が減るとかの減。うん、あと車の点数も減。やべだ。書いてるの。うまいね。でももうすぐね、戻ってくるもんね。そう、明後日。明後日ぐらいに戻ってくるもんね。戻ってくるから。じゃあ漢字言ってくださいよ。今年。今年2010年か。2010年なんだろう。あっという間だったな。うん、私もそういう文字になりそう。うん。じゃあ意外と。あ。
あ、ダメだわ、一言でできない何が浮かんだんだ、何浮かんだか言ってよ。 NOW は NOW、 いや、漢字だっつって。 NOW はなんで、あのやっぱ Twitter がすごい自分の中で、うん、あの出てきて1年、うん、去年の年末に初めて1年まるまるやって、うんうん、だからツイッターだからつぶやくっていう感じない？ない？ん？ない？つぶやく、うん、あるあるある、でつぶやくの感じそれにして、あ、つぶやく、どんな感じかよくわかんないけど、はい、みんなちょっとみんなつぶやく、つぶやくっていう感じ教えて、うん、じゃあリサ、なんだろう、浮かばない、浮かばない、うん、そう、ちなみになんか金、あの私それ今言おうかなと思ったけどやめとこうと思った。みんないろいろほらつぶやいてる今、あ、なお今口に、そうそうそう、口に玄米の玄、そう、うん、あ、それいい、それいい、つぶやく今ね、なおはまあ今か、じゃあかぶるとかかな、今年に限らない、今年よくかぶった気がする、うん、そういう意味では、うん、今年はあの忙しいの、でも来年も忘れる？え、忘れるのは心でしょ。心をなくす。心をなくすですよ。なくす方か。忙しいわ。あ、そうか。心をなくす。心はなくしてないんだ。そう、心をなくす方の急ぐはあんま好きじゃない。急ぐじゃない。なんで急ぐ？忙しい。忙しいは違うのいつも心がく。でもさ、分解、漢字を分解すればそうだけどさ、そうそう、忙しいも忙しいんだよって感じだよね。まあ、そ、 そこで心をなくしてるのかどうかは。うん、ただタレントさんにとって忙しいってことで、うん、いいこと、うん、幸せですわ。12月もね、ワンマンだけかと思ったらね。はい、じゃあここで、あれ何、どどどっと発表してください。何を言ってるんですか。何言えばいい、ミニミニとか、あ、ミニミニ、うん、あ、ミニミニ、あとラジオとか、それ、千葉さんちょっとあの、はい、言ってはいけないことと言っていいことあるでしょ、まだ髪以外は大丈夫です、ドーンとか言うと言っちゃいますよ。じゃあ今日千葉さんが決まったよって言ってたやつとか、何決まったっけ、今日決まったよって言ってたじゃないですか、あ、ダメです、ダメなの、やばい、ほら今言おうと思っちゃったよ、うん、じゃあ私が言います、はい、どうぞどうぞあのじゃあ NHK 言ってください、はい、12月18日土曜日、はい、去年もね、うん、私アシスタントやらせてもらいました、今年もやらせていただきました、ミニミニ映像大賞の放送日ですね、はいはい、広告にもね、あのデジタルサイネージのやつ出させてもらって、うん、あとアシスタントも今年はやったけど他にもちょこっと ね違うとこでも、うん、手だけじゃないところも映ってるから、うん、出させてもらったりとかしたので、うん、ぜひ皆さん見てください、はい、で、あとは、まあ、今週毎週、今週はABS ラジオ、うん、秋田の ABS ラジオさんで、ごめんなさい、私の情報が間違ってるみたいですけど、はい、あの直してます、ラジオの放送があって、うん、あとラジオ日本みたいな感じでしょ、うん、あれは10位よ、高橋舞子さん、うん、番組の中すごいガールズトークになってね、面白いモデルさんだから、ね、2回目でいいよね、やっぱりなんかファッションの話とかしてね、うん、